ちょうど2週間前なんですけれども、6月26日、戦争したくなくて、フルエルデモを企画した動機、教えてください。はい。その中で一番強かった思いはどういう気持ちでしょうか？一番強かったのは、この安保、戦争法案が今、とても大きい問題じゃないですか。それを誰かが止めなきゃいけなくて、でもっと興味や関心を持たなきゃいけないのに、それに対して無関心だったり、誰かがやるからいいだろうという思いの人が、私も初めなんですけど、まあ、なんて言うんだろう、自分に対してあまり関わりがないと思ってて、でそれを変わんなきゃいけない、ね、変わらなきゃいけないなっていう。でなんか関西とか関東とかでなんか若者がデモの動きをしてたじゃないですか。そういうのを見て、私も一応問題意識はあるけど実際に行動はできてなくて、こういう若者のグループが札幌にもあればやるのになって思ったんですよね。その時にやるけどないんだったらやらないっていう考え方だったんですけど、その時にいやじゃああなたが作ればいいんでしょっていうふうにアドバイスを受けて、もう本当に最初は他人事で何言ってんだろうみたいな感じだったんですけど、まあ、よく考えたらこの問題を一番考えなきゃいけないのって私たち若者なんじゃないかなって。どうしてかっていうと、次に担うのは日本を担うのは私たち若者だから、私たちが動かなきゃいけないんじゃないかっていうふうにすごく強く思って、で、まあ、簡単に言うとデモを立ち上げて実際に動いてみました。政治的なデモをすることに抵抗や不安はありませんでしたか？もちろんすごく勉強してやったわけでもないですし、まあ、知識もないわけではないですけど、じゃあ 100% じゃあ ああ言われたらこうやって答えられるのかとかいう、それ知識は全然なくて、最低限のものしかなくて、けど知識がないと声を上げちゃいけないっていう世の中の見えない空気、そういう空気がすごく嫌で壊したくて、どうして危機感を持って怖いと思うだけで声を上げちゃいけないのかっていう、そういう気持ちで今立ち上げたんですけど、それやいろいろプレッシャーもありました。けど私が今やってることは間違いだとは思ってないので。デモの名前なんですけども、はい、西野カナさんの曲の会いたくて震えるから撮ったのはどうしてですか？まず初めての顔合わせで、メンバーたちと顔合わせで、で私がどうして立ち上げたのかっていうのをみんなに言って、で守りたいものがあるし、だから私はこうやって守りたいものがある、でもこの法案が通ってしまうと危ないっていうふうに思い、だから私は止めたいと思ったんだって。それもあるけど、政治家たちも呼びかけたいし、けど逆に国民にも呼びかけたいんだって。どうしてって、なんでかっていうと、若者たちが一番関心を持たなきゃいけない若者たちが無関心だったから、だから私は若者たちに呼びかけたいのっていうふうに言ったんですよね。そしたら みんながじゃあそういうところから考えようって、ギャルとか若者とかってどういう音楽聴くのから始まったんですよね。まあ定番といえば西野カナじゃないっていうふうに言ったら、会いたくて震えるじゃんって誰かが言ったんですよ。それで、あ、戦争したくなくて震えるでいいじゃんって、なんかトントン飯ノリというかはい。実際にデモをしてみた感想はどういう感想でしたか？デモをしてみた、私は人生でデモをしたのが今回自分が企画したデモ初めてだったんですよね。それがだから何がいいのか、デモってどういうものなのかもまずそもそも分かってないので、あ、こういうのがデモなのかとかいろいろ学びましたね。デモすることって普段の日常と違うと思うんですけども、デモを始める前どんな生活でしたか？普段はどのようなことして過ごしたりしてますか？普段はまあ、ちょっと今は忙しくて変わっちゃったんですけど、デモの前は普通に友達と遊びに行ってプリクラ撮ってご飯食べてカラオケ行ってとか、そういういつもがそういう感じで遊んでたり仕事してみたいな、そういう生活、ショッピングして、本当にいわゆる若者がしそうなことをそのままやってたみたいな、それが楽しくて、私が今が楽しきゃそれでいいっていう考えだったので、もうそれは変わんなきゃいけないと思って今変わったんですけど。もう強行採決しようとしてるんですか？
しようとすることについてどのように思いますか？すごく怒りを感じます。ただそれだけ、もう本当に怒りですよね。安倍さんが思ってる民主主義って何ですか？本当に国民はあんたのおもちゃじゃないんですよっていうふうに思いますよね。すごく理不尽で、何が強行みたいな。今話そうって言った中身は集合時間、車をデコる時間とか方法。8時から来る人もいるっていうね。あ、夜は8時から。今日も、うん、あ、今日いや待って、もう全く今俺何で作ったのか分かんない。でもなんかでもその時はめっちゃ言ってから言ってたのさ。言ってから言ってたからできるんだけど、ちょっと忘れてしまった。ちょっと誰かできる人に、ね、来る。え、よくない？いいね。準備中です。もう少しで虚構採血なまらムカつくバージョンの戦争したくなくて震えるの凱旋が始まります。ほなみです。第1回目に喋ります。皆様お集まりいただきありがとうございます。から日本を守れ。ここは自由と民衆の国。